旅立つ駅に遅れた私を笑顔で待ってた。苦しみの日々を語ることなく面白かったとささやく。皆さんには愛がいっぱい空から降ってくることを願っています。吉田拓郎です。今夜も自由気ままにお送りします。吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド。東京に出てきて考えもしなかった出来事に巻き込まれることがいっぱいあってですね、想像なんかしてなかった事件に巻き込まれたり、そういうことで、社会という連中から、強烈なこうある種のいじめというかな、そういうようなことも体験したり、僕の周りにはこう愛っていうのはないのかなとか思ったことがあったり、やっぱり広島から出てきて結局俺は一人ぼっちなんだなっていうふうに一人で悩んだ日々も本当のことを言って、ありました。そういうことが続く青春という若い頃あったんですが、それらが僕は結局その時々に、割と沈黙を守ってもう話さないと僕は言いたくない。でそれはその頃僕はいわゆる、メディアというか、特に僕は愛していた深夜放送ラジオという媒体以外ではもう話したくないという気持ちが非常に僕を支配してましたので、僕が黙り込めば黙り込むほど吉田拓郎というのはどっちかっていうと悪というか、悪とまで言わないけど、そういうなんかあいつだねっていう噂というかそういう評判みたいなのがやや定着しそうになった時代というのもありました。僕は自分で体験してたので分かってます。それら全てがいやそうじゃないんですよ、僕は黙ってたからそうなっちゃったんですよということがいろいろありましたですね。で本当のこととか真実っていうのを、もう胸の中に隠したままで僕は自分で自分に言い聞かせたのはもうとにかく音楽っていうことでしか自分の正当性とか自分の間違っていないということとかそういうようなものっていうのはもう音楽をやることによってしか出ないと回復できないと、そういうふうに追い込まれた時期がありまして、とにかく僕の音楽や作る歌なんかは一切メディアとかで放送されなくなる時期もあったりしました。そういう時にもう音楽で戦っていくしかないと、喋ったりして何かを言ってそうじゃないんだよって言ってそれをメディアで喋って、あるいはインタビューを受けて、そしてそのああだこうだああだこうだ言い合うっていう、そういうなんか僕にとっての社会という僕は当時は敵だと思ってましたが、そういうのとこう神経質なことをやりつつにするのは非常にもう嫌だ無駄だと思った時期があって、だからアルバム作りとコンサートツアーというのに、全神経を投じていこうというふうに決心した時期でした。で今回アナログ LP をですね、後で紹介しますが、このアナログ LP の発売も決定になりまして、これは特別版ですので、後でまた詳しいことは話しますが、この中にいろんな時期が僕にもありましたが、その時期そんな時にも僕を信じてくれていた、音楽ファンの方々、せめてもの僕の感謝の気持ちというかそういう思いを込めたエッセイを書きましたので、もしよかったら、僕が語ることのなかった、言ってしまいますが金沢の、そして、愛が得られなかった、別れのこと、などなどいろんな、僕のプライバシーも含めて、僕が語ったことのないことをエッセイとして、残しました。吉田拓郎という、一人のミュージシャンが決して世間で当時語られたりしていたルールをあんまり持たない、非常に自分勝手な男というイメージ、そういうものは僕自身とは
かなりかけ離れたイメージだったということを話しておこうと思いました。僕という人間は、まあ、本当に本当のことを言えば本当にこう困ってしまうくらいクソ真面目で、誰よりもこう普通であることっていうのが大好きで、それを普通でいうっていうふうに生きることが僕にとっての愛だと思っていて、そういう人間だったということ、そういう真実が僕の中にあったんだということを最後に書き記しておこうと思ってエッセイを書きました。まあ、今度のアルバムの中にも入ってますコントラストという曲がありますが、この中で歌っているように、僕は体の弱い気弱な一人の人間だったんです。シンプルな単なるシンプルで、まあ普通のプレーンな感じのローカル出身のシンガーソングライターだったんですが、いろんなことを体験することになってしまいました。1996年にスタートしましたラブラブ愛してる、今回久しぶりに復活と思ったら最終回。近畿キッズと吉田拓郎さんがタッグを組んだ音楽バラエティ番組ラブラブ愛してるが来月21日5年ぶりに復活。そのリハーサル映像が届きました。この番組が最後のテレビ出演となる拓郎さん、これでテレビとかに出るのも最後にするっていう話をされていたんですが、本気で言ってるんです。なんで僕のこと信じてくれないの。番組開始から26年の集大成を飾る今回のために、キンキキッズと拓郎さんが初めて楽曲を共作、一夜限りのパフォーマンスを披露します。お楽しみに。I'm gonna make it.